第1マッチのダブルス、岡山リベッツは森薗とマッチ、そして琉球アスティーダは吉村真晴と木造りのこの両ペアの対決となりました。まあ、渡辺さん、森薗の町、はい、まあ、この2人のデフトが本当に素晴らしかったというそんな展開ですか。そうですね、やっぱりもう1ゲーム目やはり短期決戦ですから1ゲーム目、まあ、勝負の中でもさらに1ゲーム目で勝負っていう風に考えるんですけれども、その時にやっぱりこの森薗の町の役割分担の素晴らしさ、はい、はい、もうお互いが、まあ、ですからね、同じ釜の飯を食ってこう、ね、やってきたアウンの呼吸とでも言うんですかね、本当にこう打つコース、まあ、次の自分のペアに回すこのタイミングとかそのプレーですね、はい、全てにおいて良かったと思います。ですから吉村もやっぱ2ゲーム目かなり強気にいってですね、勝機はあったんですけれども封じられてしまいましたね。2-0 で岡山がまず第1マッチを取って迎えた第2マッチのシングルス、岡山リベッツが吉田正樹、そして琉球アスティーダがジュアン・ジー・ユアということになりました。まあ、立ち上がりは本当に吉田の積極的な姿勢というのが見受けられましたね。そうですね、まあまあ、とはいえですね、1-2-3は1ゲーム、2ゲーム、3ゲームはですね、はい、本当にシーソーゲームでどちらが勝ってもこうおかしくないようなこう内容だったり展開だったと思うんですよね。ただまあその競ったところでまあ、この3ゲーム目ジュースをやっぱものにしたチュアン、はい、そこからさらにギアを上げて積極的プレーかつこの声を、ね、しっかりこう出して戦った。でそれでもう吉田を圧倒しましたよね、はい、でもこういう戦い方っていうのはもう本当にチームのエースと言えるんですよね。でもこれ本当にベンチで応援してたやっぱ